新元気よくお届けしていこうと思います。今夜もブレイクをノープランで30分間オカマピクとメガネズが何かを喋ります、何かを歌います。お願いします。皆さんもぜひコメント欄やいいねなどで参加してくださいね。もう本当にノープランの生配信なので、はい、皆さんのコメント欄を拾いながら私たちやっていきますので、お願いします。今日なんかすごいグイグイ喋るんじゃん。シェル君どうしたの？寒い、寒いです。寒いと喋るんだ。喋って体を温めようかなと。おー、いいじゃん。じゃあメインパーソナリティそれは大丈夫です。なんでやんなよ。たまにはメインで喋ったらいいじゃん。いやそれはもう違うの。皆さんがこうカッパミユキさんを心待ちにしてるじゃないですか。メイドさんのこともそうですよ何この譲り合い今日はねボーダーなんですよ。おー、いや今日なんか話振らなくても ガンガン喋ってくるね。あ、ボーダーなんですよ。どうしたんですか？あの白シャツを選択して、はいはい、白いシャツね、はい、白いシャツ、いつも着てるね、白いシャツを選択して外に干してたんですよ、うん、だから神奈川県が今日天気予報雨だったの、雨じゃねえや、晴れだったのに夕方からね、夕方から大雨が降って、そうだね、びっしょびしょになって、うん、今あの洗濯機の中に放り込んであります。なるほどね、濡れちゃったんだ、はい、予備はないの？ないっす。あ、そうなんだ。予備があるといいかもね。予備買わないと一丁羅だからね。一丁羅ってまた違うじゃん。一丁羅は浮気か。え、一丁羅ってさ、あの世界に一つしかない一点物ってことじゃないの？え、そういうことなの？ちょっと調べてみて。一丁羅って、え、みんな一丁羅ってどういう意味？一丁羅ってそれ一個しか持ってないって意味じゃないの？そうなの？だってあれユニクロでしょ？うんまんまにあるんじゃないの？あれはユニクロではなく H&M です。 H&M がたった1枚の上等の着物ってなる。1枚しかなくて着た切りで脱ぎ替えられない着物で、1枚しか持ってないものってことじゃないの？そうなの？一丁羅ってなんかあの本当に一点物みたいな印象がある。もっと一点物は結果一丁羅だけどねだいぶ意味が、 H&M は一丁羅って言わないんじゃないか？確かに分かんないけどね、うん、で、はい、コメントいっぱい来てるよ。シェル読んでもいいかな？はい、いいですか読んでも。え、鈴木さんこんばんは。ありがとう、コメントいただきましてありがとうございます。そしてしょうこちゃんもこんばんは。あ、今日もみゆきちゃんかわいいって言ってくれる、ありがとう。シェルくんもかわいいよね。あとね、コメント、あ、しょうこちゃんが今日はゴロウと同じしましま柄なんだねって。ゴロウ ね、ゴロウです。これゴロウのこと知らない人のためにちょっとね説明してあげて。このゴロウは、ゴロウはって何？ゴロウは何なの？クッションでしょ？これは、あの100円ショップで売ってるダイソーね、あの抱き枕です。これ抱き枕なの？抱き枕、小さくない？小さい。うちの娘の抱き枕にはちょうどいいかもしれないけど、シェル君には小さすぎない？抱き枕で、これあの4月に今年の4月に名古屋にライブしに行った時に、うん、バスで行ったんだよね。そう、夜行バスでね、2人で、しかも4列シートでなかなか狭いというね、行って、うん、首が痛くなったら嫌だなと思って、こうやって首掛けにしようと思って買ったんですよ。うんうんうん、で結果使わずに帰ってきたっていうぬいぐるみです。ただのインテリアになってるんだ、はい、今まで。で、名前をつけようって言ってゴロウになったんです。そう、生配信でつけたんだよね。ゴロウです。なんでゴロウなの？別に一郎でも二郎でもいいわけじゃん。まあゴロウだけに語呂が良かったからです。おお、なるほど。次の話題に行きましょうか。田中智恵さん、今日月曜日でしょって言ってますけど、今日はね月曜日なんですけど、あの明日の生配信の振り返りということで、今日今週だけ火曜日の配信が月曜日に変わってます。はい、詳しくはね今日のブログに書いてありますので、カレンダー載せてあります。はい、あの配信カレンダーね載せてありますので、チェックしてみてください。よろしくお願いします。で、一丁羅っていう言葉に関して、はい、市川さんお気に入りの一枚のことって言ってる。ああ、なるほど。そしたらまたね意味が違ってくるね。で、月子さん、一丁羅に関して、ここぞって時に着る服がその一枚しかない時に一丁羅って使うんじゃないかしら、だって。ああ、なるほど。うん、ね、確かにここぞという時に着てますね、あれ。まあ、ライブの時ね着てるもんね。もう一枚ぐらいちょっと買っといてもいいんじゃない？いやー、そうっすね。もう一枚ぐらいせめて買っとこうかな。うん。
あ、シェイド君プレゼントしようかって。え、市川さんが。そんな申し訳ないです、なんか白シャツを自分で用意するぐらいは自分でちょっと頑張りますけど、お気持ちはありがとうございます。2月誕生日だから、2月27日そうですね、いやもうちょっとね、誕生日来ますね、これは。どういうこと？うん、みんな来るよ、誕生日ちょっと待って、シェイド君いつもと様子が違うんだけど、今日どうしたの？もう11月も中旬に入りまして。おお、どうしたどうした。うん、2月もそろそろ来るなと思って。だいぶさ、その前に私の誕生日来るじゃん。あ、そうっすね。12月1日、もうすぐです。君の誕生日何も用意してねえ。あ、別に別に、いいよいいよ。私と娘の誕生日が全く一緒なんですよ。確かにね、うん、娘さんにね。そう。娘さんに。生まれた時間もおそらくね、似たような時間、6時台なんですよ。1歳になる赤ちゃんにはさ、うん、何をあげたらいいんだろう。お、じゃあ皆さんに質問してみたらいいじゃないですか。1歳になる赤ちゃんには何あげたらいいんですか。プレゼントってこと？誕生日。あ、誕生日プレゼント、うん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 、近くのさ、あのよく行くスーパー、あの家の近くじゃないところのスーパーの近くに、うん、赤ちゃんの服のなんだっけ、浜松屋、西松屋新しい店作ったらいいね新しいブランドを作ったりしてる。今日絶好調じゃないですか西松屋が入ってて、うん、そこ通ることがよくある、目の前の、うん、その時に、あ、みゆきの赤ちゃんになんかこういうの買ってあげたらいいのかなって思うんだけど、うん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 、いかんせんさ、何もわかんないから、うん、1歳だけどサイズだともきっと違うだろうし。あ、そうだね、うちの子でかいから。そうで、その生地の素材とかもさ、肌に合う合わないとかもあると思うし、で悩むというか考えた結果、うん、通り過ぎるってなるほどね。出産祝いの時にはみんな何が欲しいか分かんないから、アマゾンの欲しいものリスト作ってって見てる翔子ちゃんがねリクエストくれて、はい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 、それでね、いろいろおむつとかお尻拭きとかもらいました。あ、なるほど、ね、そうそう、私友達になんかそういうプレゼントあげるときはお尻拭きあげることにしてる。絶対使うから。うん、うん、じゃあそうしようかな。そう、色の好みとかもあるじゃん。服とかだと色の好みとかもあるし、あ、ね、私なんか柄が入ってるのあんま好きじゃないから、無地のやつが好きなんだけど、別にそう分かんないじゃん、そうやって人によって。友達はさ、柄が入ってるやつが好きだから、うん、人によるじゃん、うん、だからそういうお尻拭きだったらさ、柄とか関係ないし拭けりゃいいからさしかも絶対買うし、私はお尻拭きをおすすめ。ちょっとね、自分じゃ買わないちょっと高級なお尻拭き。お、お尻高級のやつがあるの？ある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 。そう、お尻拭きもね、おむつもランクがあるんだよ。安いやつからいいやつまで。肌に優しい。そう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 。蒸れずに優しいみたいな。そうそう、うちはちょっといいやつ使ってる。お。なんかね、うちの子でかいからさ、出すものもすごくて量が。安いやつだとね、漏れちゃうんだよねっていうね、現実的な理由ですよ。皆さんは、うん、じゃあ赤ちゃんね、1歳の誕生日の時にお友達の赤ちゃんに何をプレゼントしたらいいと思いますか、うん、シェイド君からの質問にぜひね、コメント欄で答えてあげてください。よろしくお願いします。さあ、シェイドさん、そろそろ歌おうか、はい、そうです ね、いつも喋りすぎちゃうからね、うん、そう、月子さんがね、赤ちゃんの服はママにサイズ聞かなきゃいけないからねって。あー、なるほどね、聞いてってこともある。そう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 。あ、で、月子さん、今日はおかっぱちゃん唇違うってよく気づきましたね。ちょっとね、色が違うんです。ダイソーで買ったね、これです100均の、色付きリップでございます。よく気づいてくれてありがとうございます。で、翔子ちゃん、今日セール君眉毛描いてないじゃんって。眉毛は、消滅しました。もうライブの時は描くけど。あ、そうだね、ライブの時は。よし、やろうか今日は、しょうこちゃん、そんな質問くれたしょうこちゃんがね、リクエストくれました、アルバムの新曲ですね。この間11月3日に発売しました私たちのアルバム、知り合わせとはこのこと、シネマズ3の中に入ってる新曲から夢の中という曲を1曲披露したいと思います。シェドくん、曲紹介して始めてください。それでは聴いてください、夢の中。深い夢の中、会いに行くよ。
曲でした。すごいいいねがブワーってついて、ありがとう。はい、しょうこちゃんリクエストありがとうございます。そのしょうこちゃんからバースデーパーティーやろうよって提案が。シェルさんさ、バースデーパーティーやろうよ。誰の？え、私とユイだよ。あ、娘のね。そう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 。でも、うん、でもでもってね。12月1日ライブじゃなかったっけ？11月30日は空いてる？土曜日。前誘った。あ、空いてたかな。誘ったはずなんだけど前。なんでチェックしてみます。お願いします。はい。さあ、そしてね、月子さん、やったー、当たり口紅って。ありがとう。でね、あのこの曲なんですけど、しょうこちゃんね、介護の現場にいらっしゃるんですけど、はい、看護師さんとして。でね、あのこの曲について、もう会えないけど一緒に職場の入居者さんと聞いた曲だよって。おー、ありがとう。Thank you ね。そういう風になんかね、うん、思い出にねしてくれると、とってもなんか私たちもなんか、まあ、ジーンときて、まあ、嬉しく思います。ありがとうございます。うん、天国でも聞いてくれてるのかな。うん、で天国に行ったのかな、ただに、あの入居を違うところに行っていただけたら。確かに、その、まあ、詳しいことは分かんないです。そして市川さん、最高って言ってくれてます。ありがとうございます。あ、小泉さん、いらっしゃいませ。そして鈴木さんもいらっしゃいませ。眠る前に聞けてよかったって。すごい、ね、うん、いい夢見れそうだよって。で、しょうこちゃんがアルバム毎日聴いてるよって。おー、ありがとうございます。月子さんも素敵な歌って言ってくれてる。で、小泉さん、アルバムの中で、はい、この曲が一番好きかもだって。お、わー、ありがとうございます。嬉しいっすね。で、歌詞もね、優しいし。あ、で、しょうこちゃんがね、その入居者さんの話、天国に行くときにこのアルバム渡したのって。おー、そうなんだ。そっかそっか、ね、そうやってなんかね、うー、ありがとうございます。きっと天国で聞いてくれてるんじゃないかなと思います。うん、うん、ありがとう。そしてコモリンもね、こんばんは、コメントありがとうね。みんな見てくれてる、ありがとう。ね、今日月曜日でね、いつもの配信火曜日なので、はい、どうなのかなと思ってましたけどもね、みんな見てくれてありがとうございます。ね、チェル君さ、はい、あのさっき寒いって言ってたけど、はい、ほらこの間さ、もう俺これ以上の防寒具持ってないんだよねって言ってたじゃん。そう、あの何寝るときに、うん、夜、うん、あの俺の我が家にある、うん、この冬の布団は、まあ、敷布団と毛布と、うん、夏にかけてるタオルケットと、うん、ペラペラの掛け布団しかないんですよ。うん、で基本的に下はスウェットパンツ、うん、で上は T シャツ着て、ロンT、長袖の T シャツ着て、うん、もう一枚 T シャツ着て、うん、パーカー着て、うん、寝るんですけど、すごいじゃん、寒いから、うん、それでも寒くって、うん、ユニクロのフリースをその上から着て、うん、着込んで寝てるんですよ、うん、これでもちょっと寒いんですけど、うん、これ以上の装備はもうないんですよ、家に。エアコンはつけないの？え、もうつけない。そうなんだ、なんで？寒いじゃん。え、喉痛くなんの？エアコンマスクすれば？え、苦しいじゃん。あ、じゃあ加湿器つければ。じゃあえ、エアコンって寝るときつける？全然つけてる、うち。嘘？うん、冬もつけてる。夏はさ、冬なんか24時間つけてるよ、うち。え、嘘？うん、赤ちゃんいるし。あ、そっか。うん、空気清浄機とエアコンと加湿器とみたいな感じ。ああ、なるほどね。うん、そう、寝るとき、それで去年はね、うん、あの今のこの配信をやっている場所に引っ越してきて、クラスに、うん、最初の冬を迎えたときは、それで平気だったんですよ。だから、今年も平気だと思うんだけど。だって11月のまだ、だって、10日、11日か。今日ポッキーの日じゃん。11月の、だってまだ3分の1しか過ぎてないのに、もうこの、今持ってる防寒具を全部使っているっていう、やばいじゃん、ね、いやー、これねどうしましょうかね。皆さんぜひシェル君にですね、冬の乗り切り方アドバイスがありましたらコメント欄に書いてください。もうね、寒くて限界らしいので。いやー、でも ね最近この部屋の中でさ、うん、作業してる時も、うんうん、すっごい集中してるじゃん、やっぱり、うん、で今新しい曲をね、いろいろそう、新しいとあるプロジェクトの曲とか作ってて、そうそれをさ、作業してて一段落ついて、あ、疲れた、はってなると、うん、寒ってなるんだよね。うん、めっちゃ寒いって
エアコンつければいいじゃん。エアコンってさ、つければいいんだけど。何何何。エアコンのさ、そのゴーって音するでしょ。おうおう、それがね、やっぱちょっと気になるから、部屋温めとけばいいんだよね。あの着るあのこたつあるよね。え、着るこたつ？なあね、履くこたつ、うん、なんかね、あるんだよね。そう、あとは着る毛布とかもあるじゃん。あー、はい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 、うん、で寝る時のことだけを言うと、はい、私の家ね、今ねお風呂お湯使って、でまだほかほかの状態で、まあね、スウェット着るんですけど、はい、そうで、そのでお布団なんですけど、うん、シンサレート掛け布団ってやつ使ってるんですよ。シンサレートね、カタカナでシンサレート、でね、それ検索してもらうと分かると思うんですけど、 NASA が開発した、え、すごい、そう、あの何、繊維で夏は涼しいし冬はあったかなの。へー、そう、あ、それ一枚うち、え、マジで、夏も冬も、すげえな、夏もそれだし冬もそれ、すごいね、うん、それいいよ。だって言ったらさ、考えてみたらさ、夏用の布団冬用の布団って分けてるとさ、収納も大変でしょ。まあね、だし2枚分の値段がかかるわけじゃん、買うときに。俺にだって収納してないけど。で、そしたらさ、シーサレート1枚買えば1年中使えるんですよ。はい、確かに。いいでしょ。うん、おすすめ。布団ってさ、うん、ちなみにそのシーサレートっていう布団は、うんうん、どのぐらい持つの？もう買い替え時期、大体っていうか、布団ってそもそもどのぐらいで買い替えるんだろう、みんな。私ここに引っ越してきた時に、前住んでた時に買ってるから、うん、8年目。シンサレートかけると同じやつ8年目。すごいね。うん。全然綺麗なんだ。そうだね。あの、まあ、ね、で、もちろんカバーもかけてるし、ちょいちょい干してるし、あ、まあ、お手入れはしてるんだけども、うん、うん、うん。8年目だね。もうね、せんべい布団ですよ。あら、え、マットレス。使ってないマットレス貸してあげようか。マットレスも使ってるんだけど、うん、その腰痛があるからさ、うん、マットレスは高反発のがいいって聞いて買ったんだけど、うん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 、まあ潰れてますね。そうなんだ。はい。いい、何、そうさ、マットレス、何、ちゃんとさ、ベッドのやつ買えば。ベッドね、ベッドをさ、ここに越してきた時買おうかなと思ったんだけど。うん、買えばいいじゃん。あげるわ、シェル君。うち買い替えるんだ、ベッド。え、リュウキンチのベッドバカでかいやつ。うん、セミダブル。あれ運べないよ、あれ。なあ、いけるいけるいける。大丈夫です。業者にお願いすればいいじゃん。大丈夫です。あ、そうなの、じゃあ捨てるね、うん、そう、ベッドってね、寝る環境ってすごい重要だと思うよ。ついついね、こうそこをケチってしまうというか、そう、人間の幸福度の半分ぐらい占めてると思う、寝る環境、うん、だってさ、寝てる時にすごい肩とか痛くなって、それで一日過ごすわけじゃん。だったらすごい素晴らしい状態で寝た方がいいと思うんでね。で、朝気持ちよく起きて、気持ちよく一日過ごした方がいいと思うの。確かに。いらないんだ。うちのやつ、ポケットコイルマットレスって結構いいやつだよ。ベッドは大丈夫です。なんと拒否。あげないことになりました。ね、はい、で、みんなも寝る環境こだわってることとかあったら教えてくださいね。あと、防寒ね、あの寒さに、寒さを乗り越える方法もね、ぜひ教えてください。市川さんがね、シェイド君、熱湯風呂入るって。あ、熱湯風呂入って即寝る。お風呂もね、俺入んないんですよ。ね、シャワーだけ。ああ、それもあるかもよ。寒い、冷えが来てんのは。もうね、湯船にお湯張って入るなんて何年もしてない。あの、一人暮らしし始めてからは。確かにね、あのユニットバスだからね。3点ユニットだからね、ここね。まあでも私ここに住んでる時もお湯張ってたよ。本当に。うん、普通に入ってた、お湯張って。昔バスタブに。うん。熱はした時とかは、うん、お湯張って入ってた。うん、効果あるのか分かんないけど、なんかさ、うん、ここに引っ越してくる前に住んだところで、うんうんうん、ある日夜いきなり39度の熱が出たの。あら、うん、夜勤の仕事してて、うん、夜勤終わって帰ってきて、夜起きるじゃん、うん、7時8時ぐらいに。で、飯買い行こうと思って歩いてたら、体重い、何これと思って、うん、で、ご飯買って帰ってきて寝たかったら39度あって、うんうん、これはいかんと、うん、で、明日朝起きてまた仕事だってなってたから、熱を下げようってユニットバスにお湯張って、すげえ使って
下げたっていうのはあった。そう、なんか風邪ひいた時とかも絶対お風呂入った方がいいらしいよ。で、湯冷めは絶対ダメなんだけど、入ってあったかい状態で寝るのがいいんだって。それ効果あったのかも、ね、うん、かもしんないね。冷えが本当に良くないみたいで、健康には、なんか体温も37度ぐらいがいいらしいよ。え、微熱じゃん。ぐらいがいいんだって。それは知りませんでした、ね、っていう本があるって感じだけどね。人によるかもしれないけど。確かにね。で、月子さんがね、シーシャレードっていうの、審査レートですね。審査レートクレプトンで調べてみてください。おすすめです。で、月子さんね、眠るまで1時間ぐらいエアコンつけるのはどうって。あー、そうね。確かにな。でね、小泉さんはバスローブ。冬は最高ですよって。で、あんまり重ね着して寝ると体が痛くなりませんかって。どうなんだろうね。慣れちゃったかも。昔やってもすごかったよ俺。ほら、みんな言ったらシェード君肩こらない？みんな言って、今カナちゃんね、そう、ニトリがカインズのホーム、ニトリがカインズホームのお布団あったかいよって。みんなほら、シェイラ君ちょっと工夫すれば住環境って、新環境、寝る環境すごく良くなると思うよ。だから私は、ね、ベッドあげるって。だからさあ、いらないんだ。ベッドは断固拒否。いいのにね。ね、寝る環境本当にね、大事です。みんなのこだわりポイントもあったら教えてください。確かに私も本当にベッドとかめっちゃこだわる人だから。ああ、本当に。シェイラ君知ってると思うけど、私、はい、ベッドのね、あの下の部分、ベッドの なんていうの、土台の部分、自分で作ったんですよ。DIY して。そう。もともとあったね、棚を分解して、で、あの、下に収納ができるように、組み替えて、木材をね。で、で、木材を、まあ、何？すのこ状に打ち込んで、打ち込んで作ったんですよ。そう、その設計図今あるんですけど、お家にね。そう。で、ちゃんとね、その、マットレスの大きさにすごいぴったりで作って、風通しがちゃんといいように設計してあるんですよ。で、しかもスノーボードが中にしまい込めるっていうね。今ね、スノーボード売っちゃったから、マイクスタンドとかが入ってるんですけど、収納、そう、素晴らしい収納を兼ね備えたね、あの、ベッドとか作ったんですよ、自分で。そうでね、その上に乗ってるマットレスもすごい非常にね、こだわってて。そう、もし、ベッド欲しい人いたら教えてください。着払いで良ければ送ります。めっちゃかかるぞ、それは。で、うちね、ベッド今、ダーリンと一緒にね、セミダブルで寝てるんだけど、狭いねって話になって。新しいベッド買おうかっていう話になってるから、もし欲しい人いたら教えてください。セミダブルで2人か、で、田中智恵さんが電気毛布がいいんじゃないって。電気毛布ね、だってホームセンターで1500円ぐらい売ってるよ、電気毛布安いやつ。いろいろ検討してみます。あと月野さん、湯たんぽはって。湯たんぽもね、有名だよね。湯たんぽおじいちゃんちで使ってたな。シェイドさん、なんかみんな提案してくれるけどさ、私も提案してるけど、ことごとく拒否るよね。そう、それ、あるよね。あ、いいね、それやってみようとかなんないね、一回もね。多分、言った割に、そんなにこう自分の寝る環境に興味がないんだ。ちゃんとした方がいいよ。あのね、人生の質が変わる。なるほど、ありがとうございます。絶対やんない。コメントありがとうございます。感謝の気持ちはちゃんとありますよ。さあ、シェイド君もね、ぐっすり眠れる日は来るのでしょうか。いや、ぐっすりは寝てるんだ。お楽しみに。いや、もっともっとすごいいい睡眠取れると思うけどね。あ、しょうこちゃんがあと4分だよって教えてくれました。ということで、そろそろね、エンディングテーマに行きたいと思います。さあ、シェイド君がね、次の配信の時にすごいもうなんかめっちゃ元気になってるかもしれないからね。すっげー、あの新しいベッドをね、私から手に入れて。ということで、エンディングテーマの、お時間でございます。曲紹介してから、入ってください。よろしくお願いします。聞いてください。唇に歌声を。ブルブルな時の合言葉、唇
つもね、あのエンディングテーマだよと教えてくれるの、時間を教えてくれるの、ナイスタイムキープ。ため息色のあの日の僕はないものばかり数えていた。一人ぼっちのような気がして、自分のことしか見てなかった。ありがとうの数を数えてみたら、一人じゃないことを知ったよ。ルームな時の合言葉、唇にいつも歌声を、涙がこぼれそうな時も唇にいつも歌声を。お、かっちゃん、ゆうきちゃん髪の毛伸びたねって。あ、でもね、1週間前に会ってるはずなんだけど、1週間でだいぶ伸びたのかな、もしかしたら。あ、今始まった。来週も再来週も頑張れちゃうような素晴らしいお言葉をいただきたいと思います。どうぞ。布団買います。ちゃんとあったかくして寝ようね。